深志蔵研究9年5月8日は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した熊野三山の車窓で21代熊野別当である。18代別当深志会の自死。源のためよしの娘である、立田原の女房は、深志蔵の妻の母にあたる。立田原の女房を深志蔵の実母とし、熊野別当家の中に、 ある種の愛憎劇を想定する説があるが、これは実証を伴わない説である。不可思想の子は、息子が七人、娘が五人であり、着難の不可思検は1155年頃に生まれ1202年頃に死去したと考えられる。伝承では、武蔵坊、弁慶の父としても描かれている。東欧刑神社境内に立つ不可思想と弁慶の像、平治元年の平治の乱では、 父、深志会が、平の清盛方につき、兵士から、多大の恩講を受けつつ、兵士政権の下、熊野別島家内部における、田辺別島家の政治的立場をより強固なものにし、その勢力範囲を、室群西部から、日高群へと拡大していった。深志像もまた兵士から、多大の恩講を受けつつ、若い頃から京都と熊野を盛んに行き来し、上安二年頃には、 京都の義田林寺周辺に屋敷を構え、日頃から住田春村などの武士を従者として養いつつ、当時の政治情勢に関するいろいろな情報を集め、以前から交流のあった多くの貴族や兵士たちと頻繁に交わっていた。上腕四年、新宮別当家出身の藩里氏が二十代別当に、部任されるとともに、深志蔵が県別当に就任し、藩里氏は補佐。 自称4年5月、深志蔵は、新宮生まれの源の幸家の動きに気づき、兵士方に味方して、配下の田辺勢、本宮勢を引き、新宮で幸家の意に当たる藩誉れ、業界、藩、命らが率いる源氏方の新宮勢や那智勢と戦ったが、敗退した。この後、すぐさま、源の幸家の動向を平家に報告して、持ち人をの挙兵を知らせた。しかし、 同年10月、源、頼朝の挙兵を知り、それ以後、シングル、ナチという和を図るとともに、熊野三山支配領域からの、新宮別当家出身の行為の地や、自分の弟、深四角の追放を策し、源氏方に味方した。自称5年に1月、源氏方が南海を回り、京都に入ろうとしたため、平家方の伊豆公志郎が、島国を敬語。これを、 熊野山の首都が撃破し、伊豆高四郎を伊勢方面に配送させたが、大将を傷つけられたため退却した。元略元年10月、深志蔵は21代熊野別当に部任された。現氏、兵士双方より助力を壊れた、深志蔵は現氏に着くべきか、兵士に着くべきかの最終決断を揺れ動く熊野の人々に促すため、新熊野十二所神社で紅白の統計を行い、 信療を占ったとされる。学者の中にはこれを否定する人もいるが、長い時間の経過と目まぐるしく変転する政局をめぐり、不可思想を中心とした関係者側に改めて、このような儀式を行う事情があり得たことを考慮すべきであろう。厳略2年、源義経の引き級によって、兵士追悼史に任命された熊野別当不可思想は、 200予想の軍船に乗った熊野水軍勢。これらの功績により、文治2年、熊野別当事業の数佐国阿弥陀寺当職を、源頼朝から改めて認められた。また、文治3年、不可蔵像は、法院に助せられ、改めて、熊野別当に部任された。研究6年、上京していた鎌倉幕府の初代将軍、源頼朝と対面し、 よりともの着南源元より家に功を剣じ、赤年の罪を許された。元究九年に死去。去年六十九。極意は法院県大僧図。古事団によると死後、墓道が作られ、家人の慶林坊上座格朝が墓森を務めたという、ありがとうございます。